皆様こんにちはケルト芸術文化研究家の鶴岡真由美です今回はウルフ・ウォーカーとケルト三部作の背景を読み解くケルト文化から学ぶ生命循環のアートデザインとしてお話しいたします今映っております。 画面右の私の顔、肖像、写真は、今回の資料の一つとして掲げさせていただきました。私の顔は、今回は動画ではありませんけれども、このようにして時々出てまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 皆さんはアイルランドと聞いてまずアイリッシュの音楽やアイリッシュダンスワールドミュージックの歌姫あるいは、えー、ヘビーなロックの音楽の伝統そして現代ではトム・ムーア監督率いる カートゥーンサルーンが世界に発信するアイルランドのアニメーションの傑作それを思い浮かべると思います今画面の左は20代の後半に私がアイルランドに住んだ留学した時に最初に 漁船に足を踏ん張って一眼レフのカメラで捉えた今は世界遺産になりましたしかし当時は漁船でしか行けなかった太平洋大西洋に浮かぶスケーリングビヒール島という異界の島でありまたキリスト教の修道士たちが えー、こもった、えー、厳しい修行の岩尾の山であります。そして右は、えー、2000, 2000年3000年4000年いや5000年以上前にこのアイルランドの島国にケルト人がやって来る前の巨石時代の人々が 刻んだ有名な渦巻き文様です厳しい自然の中でこのような世界の文明史に残るアートデザインそして今日お話しする生命への祈りとその思想を引っさげて今日ケルトの文化は 数千年の歴史を超えて世界の今の人類の困難な時期にメッセージを送っています。このような風景を先にご覧頂い,いてカートゥン・サルーンの活躍とその作品の背景にあるケルト的な生命感自然感 姿勢感それらを探っていきたいと思います。トム・ムーア監督彼らが営んでいるアニメーションスタジオはカートゥーンサルーンといいます。そこは1999年アイルランド南部の緑豊かな キルケニー地方に創設され、ケルと三部作と言われます、ブレンダンとケルズの秘密、ソング・オブ・ザ・シー、海の歌、そして今回のウルフ・ウォーカーと三部作を送り出し、それを発表するごとにアカデミー賞のアニメ部門に ノミネートされてきました三部作の完結編として送り出されたウルフ・ウォーカーはパンデミックの2020年の人類の危機の中でもひるまずに止めずに完成された作品として世界中で今見つめられて いますこの作品のテーマは一言で言えばオオカミを駆除し聖なる森を焼き尽くす支配者つまりは特定の人間ではなく今や私たちが分かち持たなければならない支配者人類の 暴挙から世界を救い出すというのがテーマであると私には思います。私は30年40年その年月において日本列島と1万キロ離れながらもユーラシアの合わせ鏡の文明として あるケルトの文明文化アートデザインその生命的な思想に魅せられましてここにお示ししたような本を書いたりあるいはこのようなメディアでケルトとは何かそして私たち日本人にもそれが 懐かしく響き、そして古代や中世に遡ることによって、むしろ現代の私たちが忘却した根源的な生命感、あるいは生きる喜び、深い闇を見つめつつ光をもと 求めていくその方法論それらをケルトの文化文明芸術に探っていくことができるのではないかと思ってきました今日もこうした、えー、私の本から図版をお示ししたりして、えー、引用していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします そして早速ですがいつも私が、まあ、ケルトの文化や芸術をお話しすることに時に大前提の知識が共有されなければいけません。今日ケルト文化圏と言いますとスクリーンの左側ブリテン諸島イギリス諸島とも言いますがヨーロッパの 西の果てのこのアイランズ島にはアイルランドやスコットランドやウェールズやコーンウォールやマントーそしてフランスの西のトッタン部のブルターニュこれを島のケルトと言いましてえ島のケルト文化というのがよく知られていますが大元は このヨーロッパの全体特にアルプス以北のガリアそれから東ヨーロッパあるいはトルコまであるいはスペインイベリア半島までそして今言いましたブリテン諸島まで非常に広大な地域にまず大陸のケルトの 定期文明が花開きまして、その中心となって考古学的遺跡があるオーストリアやスイスこの黄色の地方がまずあってそこからヨーロッパにケルトの敵文明が広がっていきましたつまりケルト文化文明というのはヨーロッパの基礎文化である とということですねそしてこのカーディシ処防新社の「ケルトの歴史文化美術神話を読む」という本が、まあ、ロングランでありまして私鶴岡と神話学者の松村先生で書かせていただいておりますがこのケルトの人たちは孤立していたのではなく大陸時代には 自分たちの例えばオーストリアから産出する白いダイヤモンドと言われました、えー、家畜化されたイいのしつまりビタミン源である豚を保存するためにヨーロッパの人たちの、えー、食料を支えたその塩を、えー、バルト海の琥珀と 地中海のワインと交換するソルトロード、塩の道をはじめとして、あるいはイギリスの最南西部にあるコーンウォールは鈴を産出するので、これをセーヌ川を遡って、ケルトの一族がビクスという 例えば遺跡が今日知られていますがそこから川を伝わってルークヌドゥムリオンを越えてマッサリアマルセイユまで鈴という資源を運んでいたりその道は交易のネットワークとして古代ローマ人がガリアを征服する以前からケルトの道が えー、このように展開していましたしたかし現代人と違うのはこうしたネットワークは人間の生活のために、えー、構築されるものと現代人は考えていますが彼らは一方で人間の文明を構築しつつそれを支えているのは後にも先にも このハリスタットの美しい湖の青さが象徴しているように大自然の生命によって私たちは生かされているということを、えー、熟知していました。彼らは川や湖を渡る時黄金の金貨をここに投げ入れてこ安全に 渡航できることを川の神湖の神神湖々に祈りましたパリはパリシー族の都でしたのでその名前があるんですがケルトのパリシー族はセーヌ川これもケルトの聖なる川でしたがここの水源にたくさんの奉納物を 2万点ぐらい考古学で発掘されるものを、えー、セーヌ川の水源に奉納していたというそういう、えー、証拠も残っています。そしてそうした自然を敬う彼らは人間と大自然が交流する神話伝説をたくさん残しそれからもう一つは 目に見える世界よりも物質的世界よりも目に見えないスピリット魂や霊魂の世界の交流を描きましたアイルランドのケルトの神話伝説はえたくさんありますが例えばこのケルトの歴史の表紙に掲げさせていただいた有名な ロミオとジュリエットの原型ともなったのではないかと言われるケルトのトリスタンという騎士とイゾルデというアイルランドの姫の物語は単なる男女の熱愛のストーリーではなくむしろ死の追っ手を交わしながらあるいは疫病の底を抜け越えていきながら どのようにしてお互いの魂がお互いの光となって闇を越え照らし合うことができるかというその闇から光への旅それそのものをトリスタンとイゾルデという物語は物語っていると思いますので従ってワーグナーのオペラやジャン・コクトの 映画やさまざまなものに今日までケルトの神話伝説は伝えられているわけです。そして要はトム・ムア監督たちのカートゥーン・サルーンのスタジオのアニメーションはその2,000年以上に及ぶケルトの生命感闇から光へ」という今日の結論部にそれが出て まあありますがその2,000年以上に及ぶケルトの生命観思想を今日ではアニメーションとして送り出すという、えー、芸術を成し遂げていると私は思います。「ソングオブザシーはトーテミズム自分たちの祖先が人間でありながらアザラシに祖先を持つという そういうアイルランドケルトの信仰を熱く語り扱ったものですしブレンダンとケルズの秘密「The Secret of k e l s はキリスト教という唯一信教一信教の少年修道僧として修行するブレンダンが実は多信教の日本と同じような ああるるいはアフリカにもあるようなつまり全世界の民族のほとんどが経験しているえアニミズムと多神教の世界その,自然,観の自然の中に足を踏み入れて最終的にはキリスト教のための美しい世界で最も美しいケルズのショーを完成させるのですがこのポスターたちが 物語っているように人間は自然の力自然のパワーに生命に支えられているというメッセージでは揺るぎない一貫性を持っていますつまりケルトの三部作に貫かれている共通テーマは端的に言えば大自然への畏敬恐れ敬いそして生きとし生けるものの生命が途切れずに途絶えずに 弱くくならずに循環していくその力をおその共同体全体で祈り創出していく作り上げていくという、えー、テーマを持っているさらに各々のこの三部作のポイントとなるトピックテーマは次のようになると私は思います。Of the sea 海の上 歌は異界界と人間界の交流をブレンダンとケルズの秘密は異教とキリスト教のつながりをそして今回のウルフ・ウォーカーはケルト文化とアングロサクソン文化の対立を超えた結束による救済を描いていると思いますではウルフ・ウォーカーの「 物語の構造を見ていきましょうここにはキャラクターとしてケルト文化つまりアイルランドに何千年も生きてきたいや何万年何億年も生きてきただろう獣たち動物たち植物鉱物 そうした生きとし生けるものの生命を司る妖精たちが森や野や湖や泉に住んでいるとケルトの古代中世の人々は信仰してまいりました。でその中で今回登場したのがオオカミのスピリットを持つ オオカミ少女、オオカミのスピリットを持つオオカミ少女、つまりウルフ・ウォーカーとしての名ブです。アイルランド・ケルト系の人たちは赤い毛をしている人たちがおります。ですから、この丸みを帯びた堂々とした名ブは赤毛を振り乱しながら、 なんとかウルフの森を守ろうとします。そして行方不明となったウルフの狼の母親を探し出そうとします。そしてメーブという名前は実は中世のアイルランド神話の中にある女王の名前から取られました。それに対して そのアイルランドに乗り込んでくるアングロサクソン・イングランド人のキャラクターはウルフハンターつまりオオカミをアイルランドから駆除して森を焼くそういう命令を背負った男父親ビルそしてそれに付き従って アイランドに一緒にやってきた少女ロビン2人ともアングロサクソンイングランド人でありまして名部の赤毛と対照的に、えー、金髪でありますそしてロビンっていうのはシェイクスピアの戯曲にも出てくる森の妖精ロビングッドフェロー 最初はトム・ムア監督のお話によればこのロビンは少年のキャラクターにしようと考えていたけれども最終的にはこのような少女にした。なぜならこの物語の中でケルト・アイルランドのウルフ・ウォーカーであるメイブは母親を探し求めている。 そしてロビンもまたお母さんをおそらく失った、えー、子供でありそして、えー、それは女の子女の子同士のそうしたか、ま、悲しみの乗り越えですからロビンは男の子の名前なのに少女としてここに登場するわけですそして以上のようにこのキャラクターが 背負っているのはケルトと一方アングロサクソンという文化の違いとコントラストなのですなぜならトム・ムーア監督は小さい時からアングロサクソンが支配してきたアイルランドの悲しみの歴史を、えー、知り勉強してきましたそうした子供の 一人でありました具体的に言いますとイギリス諸島つまりブリティン諸島には今日冒頭で言いましたように紀元前に大陸からケルトの言語文化の人々が、えー、ブリティン諸島イギリス諸島にも移住し戦住していました。だいたい今からからら2600年 300年の間にはすでに占従していたと言われています。しかしそ,そこから1000年ぐらい経ちました紀元後の400年代に西ゲルマン系つまりゲルマン語を話す今で言えばドイツ語を話すゲルマン系の人たちが西に進んで西ゲルマン系の人々となりその中の つまりアングロサクソン人がアイルランドにアイルランドやスコットランドやウェールズやコンウォールのあるそのブリテン諸島に侵入しましたアングロサクソン人はケルト系のブリトン人を征服して追放しアングロサクソンの七王国を成立させましたこの追放された ケルト系ブリトン人として伝説の中であるいは史実の中で最も有名なのがアーサー王であります伝説の中でのアーサー王はアングロサクソンをディフェンスしたのですが実際の歴史はそのブリトン人ケルト系のブリトン人はこのように征服されてしまったわけですさらに12世紀 ノルマン系の侵入がありノルマン人アングロサクソン人によって植民地化が強化されていきましたアイルランドでありますそしてアイルランドに17世紀半ば決定的にオリバー・クロムウェルによって大きな侵攻侵入があり大虐殺が行われ 再植民地化されていきました実はこのアイルランドの地図で皆さんもご存知のように現代も黄色い部分ノーザンアイルランドつまり北アイルランドカッコ UK ユナイテッドキングダムイギリスですね主婦は首都はベルファーストこの部分はイギリス領でそして この緑の部分はリパブリック・オブ・アイアランド、え、エール共和国とも言いますがアイルランド共和国の首都はダブリンで南北に分断されていますそしてその歴史は今言いましたようにずっと断続的に続いたのでありイギリスのア,アングロサクソンの御旗であるセントジョージの旗がまず スコットランドを併合してこのようなジャック旗ができてさらにアイルランドを併合して19世紀の初頭にこのような皆さんよくご存知のユニオンジャックができたわけですがこのセントジョージの非常に太い赤い十字がスコットランドとアイルランドというケルト系をこう抑止していると。 抑えているというそういうデザインになっているのは今お話したような背景つまりケルト系をアングロサクソンの人たちが支配してきた歴史が長いそれがイギリスであるということですさてトム・ムア監督はこの作品の中で五穀卿という強烈なキャラクターを設定しました。これは 今お話ししたイングランドから来た支配者の支配者の、えー、ゴンゲシンボルであって最も厳しい時代のアイルランドの記憶をとどめています。国国境ののモデルこをを守るミッションを持った役職は その国というのはもちろんアングロサクソンイングランドの国ですがその五国境のモデルを彷彿とさせるのは今すでに申し上げたアイランドに侵攻侵略して悲劇をもたらしたオリバー・クロムウェルであると思えます。クロムウェルのアイランド侵略は17世紀に行われ政教と革命という 王政を倒して民主的な議会を作っていくというそういう、えー、近代的な方向に向かうイギリスの政教と革命としては世界史としては非常に称えられるものでありますが実は黒い歴史裏の歴史がありましてオリバー・クロムウェルによって率いられた イングランド議会軍がアイルランドを再占領すると。The Cromwellian Conquest of Ireland クロムウェルのアイルランド侵略というのはアイルランドの19世紀前半の大飢饉と同じかそれ以上に悲しみの歴史を刻んできました。なぜならクロムウェルによって殺害された 犠牲者アイランド人は数千人に及んだわけであります。さて狼を駆除し聖なる森を焼くというこの五国境の支配者側の大意がなぜこれほどまでに自信を持って正当化されるという展開がアニメーションの中にも表現されているか とと言いますとですでねこれは単にアングロサクソン・イングランドという今でいうイギリスと国イギリスという国の大義だけではなくそれはヨーロッパ西洋世界が背負った一つの重いミッションというか信仰というか 倫理があったわけでしたこのアニメーションの中にしばしば町の様子が描かれて出てきますがその中心に五国境の要塞城がこのような灰色の高い壁を見せて、えー、建築されているのを皆さんも 見たあるいはこれからもご覧になると思いますがこの硬い要塞をアングロサクソン・イングランドの兵隊がこのように槍を持って守っているだけではなくてそこに2つの、えー、非常に厳しいシンボルが、えー、描かれているのであります。一つはは英国議会ののエンブレムといいういうううこ硬 鉄格子ののような門なのでありますがこれは現在でもイギリスで用いられているシンボルなのですがそれがこのゲートのところにデザインとして応用されておりますとともにこの画上のところそれからこの手前ですねのところにセント・ジョージの赤十字が大きく 描かれていますこれはイギリスの守護聖人のセント・ジョージの旗でありましてアイルランドの旗ではありません。完全にアイルランドが、えー、イギリスによって植民地化された厳しい時代を背景にした物語であるということがわかります。そしてこの広場を アングロサクソンの方のロビンがですねいろいろ、えー、迷いながらですね、えー、こうおう往お往している時にアイルランド人の年老いた男性が、まあ、男性が、えー、イギリスアングロサクソンのこの兵隊に捕らえられて、まあ、あの罰を受けているようなシーンがあるんですがそして食べ物もなくですね 死んでいくのかと思われるその男性にですね、えー、イギリス人である支配者側であるロビンが、えー、そのパンをですね分け与えてあげるという、えー、シーンがありますが実はトム・ムーア監督がちなみに、えー、ケルトの三部作とは別にですね家族のためにパンをですね、えー、その糧をですね得るために えー、奔走するその少女の物語をですね、えー、その実は、えー、紛争地域のですね、えー、舞台にしてですね、えー、別の作品をですね、えー、作っているんですけれどもそれを彷彿とさせるものであります。そして先ほど言いましたようになぜ森をこれだけ焼いても そしてそこに、えー、獣がいてそしてこの獣たちをです、ね、神々として敬うようなそういうアイルランドのケルトの古いですね、名神をそのものを根絶するという大義がですねなぜその動物というものを介しておあの主張されるかと言いますとですね 西洋のキリスト教にはですね聖ゲオルギウスという、まあ、聖人がいましてそして聖書でですね邪悪な、まあ、獣とされているヒットドラゴンをですねこのように殺し駆除するという退治するという極めて、まあ、キリスト教世界ではですねこの図像あるいは物語 いろんなドラマ、えー、そこに出てくるんですがこのおドラゴンとですねそれからアイルランドの人々が神々として敬う、えー、狼がですね二重写しになってでしかもこのセント・ジョージはですねイングランドの守護聖人ですから余計にイングランド人がですね そうしたその古い邪悪と思われるような獣たちを大事にしているそういうような伝統文化をですね、えー、なくさなければならないというそのミッションに燃えるというのはこうしたキリスト教のセント・ジョージという、えー、守護聖人のからの教えもあったしかもそれが イングランドの守護聖人であるという二重の、うん、ミッションを、えー、その兵隊たちは、えー、ご国境の命令のもとにですね実行しなければならないという、えー、ものを背負っていたのでありました。つまりウルフ・ウォーカーのアニメーションの背景は自然つまり 動物界の自然界動物界が受難の時代へと入っていく近代中世から近代そしてそれは人間が動物という神々精霊を追いやる時代それをモデルとして背景として描いているということですそれは私たちの現代とも重なります 人間が地球の主人公であるという人類人間がですね私たちだけが、まあ、地球上のさまざまな技法テクノロジーを駆使してですね食べ物も人間ファーストすべ、えー、てのエネルギー資源も人間ファーストつまり動物とか植物っていうのはペット化されるに過ぎない。 そして人間のために奉仕する生き,とし生,き生,き生き物である。そうしたようなことは21世紀や20世紀に始まったのではなくて、トム・ムーア監督たちはアイルランドの重い悲しみの歴史をからむしろ自ら学んでですね、この柔軟生命の柔軟の時代、つまり動物、 狼というそれのみならず地球生命自体が受難の時代に突入していったそういう時代を背景をモデルとしているそして役回りとしては五国教アングロサクソンイングランドは人間界の拡大を推進しようとするセクトであり名武ウルフ・ウォーカーの魂を持った 名部つまりケルト・アイルランドは自然界の守り手のとしてここでは描かれております。しかし私たちは誰も歴史の審判者になることはできません。自然界を征服する人間界というのはケルト文化とアングロサクソン文化の 分かりやすいコントラスト対比の前提としてはこのアニメーションの中でも構図としてありますがトム・ムーアたちが描きたかったのはむしろその大前提を起爆としてロビンとメイブという少女が起こすその乗り越えの行動である とということなんです2人の友情は自然と伝統文化を守る心となりそれによって狼と森を守ろうと躍動するそして途中から極めてスピード感のあるまさにアニメイトするアニメーションが、えー、爆発、えー、躍動するわけで。 ありますつまりアングロサクソンとケルトンの歴史的なコントラスト才違いそこから生まれた悲劇そのものをこの架空の、えー、名ブとロビンアニメーションという架空のしかし仮称とも言いますが仮の型取りの芸術が現実の人間ができなかったことを 乗り越えて行うというオスカー・ワイルドの言う芸術は芸術のためにあってそして現実が芸術に、えー、芸術は現実,現実の美しみではなく芸術が自,力て自律的な肉体と魂を持っていてその弱い現実を 人間の現実を乗り越える力となっていくのだということをこのアニメーションは示していますそしてここでムア監督は子供の頃からアイルランドのケルト神話の中の動物を精霊と見るそうした物語をよく学んできたのではないかと私は思っていますアイルランドの フィンという英雄、狩猟を主人公にする神話は鹿という動物とシャケという魚の動物に深く関わってフィンがそれら動物のスピリットと交流する物語を非常に、えー、豊かに描いています。左はトム・ムア監督たちが今回描いた えー、鹿の絵であってこのアニメーションにも出てきますから皆さんも見逃さずに見ていただきたいと思いますがオオカミと共に極めてケルトの人々に重要なのがシカです。ね ドルイドの力によって魔術によって鹿に変えられてしまった鹿の妖精を妻にしたのでありました。また、フィンは少年時代に知恵を授かるシーンがあるんですけど、そのエピソードは、えー、鮭を調理していた時にその、えー、指でそのやけどを 指をフィンが舐めた時に鮭の知恵がフィンの中に入りましてそして長じて英雄狩猟になっていくのであります。そしてこの鮭はですね鮭はアイルランドの EU に EU の共通貨幣のデザインができる以前まではですねこのように描かれていました。 そしてそのフィンと同じようにですね、オオカミと人間、アングロサクソンの少女でありましたロビンがですね、霊的な交流を夜の眠りの中で体験するという、えー、極めて重要なシーンの絵がこれであり、ロビンの体験はケルトの神話の中のフィンの 体験にもすでにも現れていましたとともに、えー、ケルトの信仰はまとめますと「動物は神々である」ということです。カーディショボ新書のケルトの歴史の第3章からこの大陸のケルトの図像をここで、えー、掲げました。正面で座っているのが えー、の神そして左側にお鹿、えー、が立派な角をそびやかすお鹿がおりそしてこのズノの神ケルヌンノスといいますがそれが左手で持ってるのが長い、えー、地下世界の異界を象徴するパワーのシンボルであるヘビそしてここに、えー、デフォルメはされておりますけれどもオオカミが いますつまりこれはデンマークのですねデイタンチゴネストロップというところでケルト人が儀礼を行った後にですねおあのその儀礼の銀で作った99%の銀の立派な大釜の中に打ち出されていたそのオオカミヘビイノシシ そしてヤギ、ライオンやイルカまでいる、これは2000年以上前にケルトの人たちや、それと接触した人たちの影響とともに作られた、伝統のケルトやユーラシアの伝統の図像の動物の主人、マスター・オブ・アニマルズ。その動物が女性の場合は、ミストレス・オブ・アニマルズと言いますが、その 図像像伝統的図像なんですねつまりオオカミを従えるこの名部の極めて重要なシーンはですね2,000年前のケルト美術に表現されていた動物たちに囲まれるケルヌンノスシカズノの神の頭像を彷彿とさせるおそらくトム・ムーアはこのケルト美術も知ってい,る知っていたと思います。 そしてこれは世界の生命を循環させるパワーがですね人間にではなく動植物鉱物という生きとし生けるものにあるというケルトの思想が打ち込まれております。そして三部作の中のブレンダンとケルズの秘密は異教とこうした異教のもの考え方をですね 迷信、えー、であるとして消滅させるのではなくてケルトのキリスト教の修道士たちをですねこのブレンダンは少年まさにその修道士をモデルにしたキャラクターなのですが異教の太陽信仰とキリスト教の十字架を合体させてそして異教をキリスト教の中で 生かしていくというそういうものをケルトの修道士たちが行ったデザインはあ表明しています。ブレンダンド・ケルズの秘密のアニメーションは、えー、もちろんこの世界で最も美しい、えー、清楚の聖書装飾者ンと言われるケルズの書を描いていった 実際の修道士をですねブレンダンという少年僧の、えー、モデルとしてですね、えー、描いているわけです。この最も有名なケルドの書の「キリストの頭文字」のページには渦巻き文様組紐文様動物文様というケルトの三大 文様のデザインがありこの修道院のアトリエで、えー、ブレンダンがアイオナから来た、えー、修道師修道僧に、えー、ケルズの書の描き方書き方を教わっているその夜のシーンにですねたくさんの渦巻きをトム・ムア監督は、えー、豊かに表しましたが。 それはもちろんこのケルズの書から取られたデザインでありしかもこのケルズの書のデザインはですね、えー、今から5000年以上前エジプトのピラミッドよりも古いと言われている世界遺産ニューグレンジのこの古墳ですねそしてこの渦巻き文様を継承したケルトの人たちがケルズの書などの装飾写本に反映させた そして私が今日動画ではなくてあえてこの静止写真をえ使わせていただいているのはですねこのニューグレンジの古墳の後ろ側に回りますとえこうしたえまた渦巻き文様がありましてですねこれを1970年代の日本人のえーアーティストの方がですね えー、大野忠夫さんと言われますアーティストの方がですね、えー、まずアイランドに行って日本の和紙で拓本を取ってらしたそしてこれを、えー、多摩美術大学の芸術人類学研究所が主催そして、えーえー そうですねえー、多大学とも共催させていただいて、えー、展示した時の写真なのですが要するにこの渦巻き文様というのはケルトの最も重要な生命循環を表しているわけです。そして、えー、アイルランドを旅するとしばしばこのような螺旋の渦巻きの道というのをかたどった 聖地があるんですけどもこれはちなみに聖パトリックの煉獄といいまして何か困難なことがあるあるいは今は厳しい状態であるしかしこの渦巻き螺旋の道を通って、えー、そこを出していくという、まあ、一般の人もと、えー、その通って、えー、その希望を を見出していく渦巻きの道でありましてその伝統はニューグレンジの古墳そしてケルズの書そしてこのダローの書そしてこのセパトリックの煉獄の螺旋の道それに共通しているとともにですねそうした空間だけではなくてアイルランドをはじめとするケルト文化圏に守られている暦がですねまさに闇の半年から 光の半年へ生命が循環するというそういうケルトの暦の伝統の力というものがあります。10月31日のハロウィーンつまりサウィーンというケルトの、えー、その1年の終わりの大晦日に死者が1年に一度帰ってきてくれてその死者のパワーですね生きている 我々はとても弱い存在しかし死者たちは死を乗り越えてあ,あの世で永遠の生を獲得したゆえにですねその力を得て10月31日のその夜に聖者から生きている私たちが供養をいたしますとそ,そこに 私たちに力を下さるそして冬は死の季節でありますがそこを突破していって5月1日のおになればまた太陽が戻ってきて家畜も穀物も育つそして8月1日のルーナサで収穫祭をしてそして収穫したものを、えー、ハロウィンサウィンに備蓄して死者や先祖に 供養として掲げるそれによってまた生命をいただいてこの闇の半年を突破していくというそれがケルトの暦なのであります。これは私のちなみにあの自身が描きましたイラストレーションで築、えー、間書房の築間新書のケルト再生の思想。 ハロウィンからの生命循環から引用したものですがまとめますとケルトの人たちはですね動物や植物や鉱物という地球の3つの生命を恐れを敬うだけではなくてこのハロウィンの起源のように一年の終わりの大みそかに祖先の霊死者が帰ってくるそして死から再生する供養の夜を経て翌朝の 新新しい新年を迎えるつまり死から再生する私たちの人生は生まれて死ぬという直線のストーリーではなくて死誕生というのはあらかじめ死を抱えて誕生してくる従って私たちは日々再生しながら生きていく生というよりも正確に言えば 私たちの毎日の生活や人生や生命というのは再生への道のりなのであるという認識つまりそれは闇の死から再生の光へという、えー、その思考性そちらに向かうという心を希望を強く伝統として持っている。 わけでありますトム・ムーア監督は2002年にまさに「from darkness」「闇から」という、えー、短編を作っています。この「ダークネスはもちろん闇という意味で今言いましたように闇に葬られた祖先と死者たちの受難の力が聖者生きている私たちを支えているのだということ。 つまり闇から光が生まれるのだということ空には常に星たちが瞬いていますけれども昼間はその星座が見えませんしかし夜の闇になった時初めてその美しい星の光も 見えてくるように光から光が生まれるのではなく光が生まれるのは from darkness 闇からなのであるという極めてアイルランド人らしいケルト的なメッセージがそれにも込められていたと思いますとともに今回のウルフ・ウォーカーのこの極めて象徴的なシーンは アングロサクソン・イングランドの五国境から見ればアイルランドのアイルランドは遅れた迷信の中におりこのような闇に包まれている島国だとそしてそこ,そこを合理性とか近代化によって明るくしなければならないというアングロサクソンなりのその使命感があった。 しかし、ご国境たちの支配によっても光は生まれなかった。光を生む,生むのはむしろかつて神々と言われたケルトの人たちによって神々として崇拝されていた獣たち、狼たちがですね、この闇を何千年にわたって 守ってきたそしてその人間による合理性というものにむしろ倒されることのない深い闇をむしろ背負って守っていくことによってこの正面の滝の向こう側に光が見えてくるように。 生命を闇の中にあっても乗り越えていくことによってこの光が見えてくるのだというメッセージつまりケルトの生命循環のテーマがですねここにもですね、えー、つまりウルフ・王冠にも力強く表現されているということができると思いますそしてこの闇から光へ 生命の循環を絶やさないことそして、えー、今日の人類のように地球上の生命がさまざまな意味で疲弊していくような状況を人間文明が作り出したのだとしたらそれを乗り越えていく循環への祈りをゼロから1から私たちが 生み出していくとしたら日本の縄文土器やケルトのケルズの書やニューグレンジの古墳にあるようなこの渦巻きを象徴とするような生命循環への祈りを起こしていくということユーラシアの最西端部にはケルト文明がありそして最東端部には日本列島の文明があり 1> 1万キロのディスタンスはありますけれどもケルトと日本が合わせ鏡になってその生命循環というものを祈りそれを作品やさまざまなメッセージとして世界に発信していくことができるのではないかケルトを学んでいきますとそうした日本列島人としての私たちにこれから これからこそ行っていける何か人類としての重要なミッションがあるそれが実現できるそのような示唆を与えてくれます。ケルトのこうした「生命循環」のテーマは要はウル,、えー、ウルフ・ウォーカーを完結編としてトム・ムーア監督たちのケルト三部作に 貫かれていますそしてケルトのそうした歴史はそうしたケルトの再生の思想に支えられてきたのでありそしてその歴史と思想思いの中からアートやデザインという芸術の表現力の起爆となる想像力も生まれてきた。つまり カートゥーンサルーンのスタジオが発信していくアイルランドの素晴らしいアニメーションは何千年のケルトの歴史の思想の想像力の結集として今こそよみがえるケルト的なアート思考科学に対する 科学的思考に対するアート思考アートでアート的にものを考えアート的に豊かに表現しそしてこの人類の難関を超えていくという大いなる示唆ヒントになっていると思いますそれではまたの機会にお会いいたしましょうどうぞお元気でお過ごしください ありがとうございました。